皆さんどうも、こんにちは、こんばんは。内田篤子と申します。今日からやっていきますのはですね、7月17日金曜日に発売されたばかりのゴースト・オブ・ツシマというゲームです。もうすでにかなり話題になっているので、どんなゲームか他の方の配信等で見たという方もいらっしゃるのかもしれませんが、私完全初見でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。クロードの目が表示されなくなるまで明るさを調節。ちょっとでもこれは、暗い方が多分いいのかもしれないけど、ちょっと配信画面的に、あんまり暗すぎると暗いとこ見えなくなっちゃうんだよな。ちょっと明るくするか若干、これぐらいでいいかな。後で多分変えられるでしょう。もうモードを選ぶんですね。こちらのゲームですね、皆さんご存知かと思いますが、念のため説明いたしますと、みんなが習った中学校の歴史の授業で習ったあの原稿を元にしているそうなんですよね。モンゴル帝国が日本に襲来した時ですね、その時の国の名前は元。文英の駅と公安の駅という、こう、2回の侵攻があったわけですよね、日本に。その原稿を元にした話だということです。舞台は日本の鎌倉時代中期というお話です。これなんだ、音声出力。全然違うね。ホームシアターでいきましょう。難易度、うわ、どうしようかな。普通でやって無理なら優しいにします。まずは普通でやっていきましょう。モード、標準、字幕、字幕つ、うおー、来た、黒沢モード。かっこよすぎでは。黒沢明監督の時代劇から着想を得た、白黒フィルター、そして日本語の音声。かっこいいんだけど、とりあえずは字幕付きでいきましょう。対馬国、長崎県ですね、対馬。蒙古国が対馬に襲来した。蒙古国、モンゴルですね、モンゴル帝国。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。ちょっと音上げようかな。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし、武勇、誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ。ちょっと映像がすごすぎますね。グラフィック、ちょっと息を飲みますね、この美しさ。映画のようでもあり、映画を超えているようでもあり。よく聞け、腕に覚えのものあらば入れよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。足立春信、
残虐すぎる。侍、これはモンゴル帝国側ですね。我に下るか。誉れなき者には情け無用。さあかかれ。コントローラーが振動してる。おお、すごい。え、下手で攻撃？いや、何それ、もう操作すんのか。何それが一緒。もう操作するの？おかしいですよ。仲間、仲間。待って、敵と味方がどっちか分かんない。はあ、キーンって音がする。あ、映像が美しすぎて震える。ジン、ついてまいれ。大勢の仲間が、この命に代えても前進せねばなるまいぞ。ああ、動かせる。どうやって動かせばいいのか。しっくで攻撃。これ何、どうやって、はいはいはい、なんか連続すると1、2、3、4、5。何をどうしたらいいもの。待って、あ、これが月か。え、これ敵？お、びっくりした。これ何、ステップ、ステップ、あ、これステップだ。丸ボタン、ステップ。四角で攻撃、三角で、三角で大振りっぽいな。おお、あ、びっくりした。馬切っちゃった。操作全然わからん。ジャンプ、バツジャンプ、オッケー。操作がわからないよ。チュートリアルはまだ。ちょっと待って、弓刺さってる。大丈夫？これ話しかけられてしないのかな。海の方には行けない。味方だよね。ちょっと怖いんだけど。敵将を逃してなるものか。者ども続け。続け。アイテムとかないかな、ここら辺に。ないか、特に。まるでステップ。ステップ、ステップ。どうことものあらてだ。やばい、あらてが来たんだけど。待って待って、そうした。うわー、くらってる、くらってる、やばい。大丈夫だ。あ、よしよし、助太刀いたす、助太刀いたすぞ。よいしょ。このさ、三角、あ、違う、四角が攻撃ですっていう説明しか今のところ出てないんだけど、これでいけるんか。ちょっと仲間よ、頑張ってくれ。あー、やばい、仲間が倒れていく。待って、弓降ってきた、弓矢が降ってきた。よかった。よ、弱い、弱い民兵だったのか今のは。うん、助太刀出す。これねえ、早く説明欲しいんだけど、早く説明してください。はあ、怖いよ、怖いよ。待って、仲間も倒れているでござる。大丈夫でござるか。う、もう絶命している。これ味方だよね。赤い鎧が味方。残された道は一つ。嘘でしょ。え、志村殿、見つけ出し打ち取るのみ。志村殿、お供いたします。最後までお供いたしますが、我らのみでござるか。心細いでござる。それはこんな序盤から我ら二人のみでござるか。いたぞ。あ、あれが敵将。覚悟はできています。
チュートリアルあるらしい。ここで決着をつけるぞ。刺さってる。え、おじ上？うわ、それでも立ち上がる。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。フビライのいとこ。当時の元の国の元首はフビライ藩ですよ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。どういう展開？やめて。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。汗がリアル。容赦なしですな。あ、丸を押す。え、皆さん音量大丈夫ですか？ちょっとね、ゲーム音をさっき大きくしたからうるさかったら言ってくださいね。ちょっとあれなんだよな、ゲームのセリフのボリュームはちょっと小さい気がするんだよな。え、なんかさ、コントローラーから音流れてきた。大丈夫、いい感じ、バッチシ、ありがとう。はあ、生きている。この男生きている。でも体は無事。どこだここは。鎧を剥がされている。いかにしてここへ。俺でも誰かに手当てをしてもらったような跡がありますね。いかにして、あ、操作できる。おお、うわー、ちょっと待って、火のとこ入るとあれなんか。調べる R2。
誰かが俺を見てくれた。誰かが俺を見てくれた。なんか火に当たったらなんか HP ゲージみたいの減ったんですけど。調べる。武具はない、食料のみ。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。食料を置いていってくれたんだ、誰かが。もう子供、もう子供。いや、もう子怖いよ。こっから落ちたりとかしたらね、こう落ちたら死ぬんだよね、確か。隙間を通る。ああ、誰かが俺をぬるりかくまってくれた。そのものが太刀も。あ、太刀を探せ。太刀がどっかに落ちてるのか。え、走って大丈夫なんか。え、待って待って待って、のろしを使わせるな。え、あ、ちょっと待って。あ、あの人たちバレちゃいけないってことか。え、そういうかくれんぼ系。失礼します。なんかある、なんかあったよね今。チンハロー、開ける。太刀を探せ。今のマークは何だ。え、ステルスゲーなの。太刀を探せ。ないでござるな。あ、調べる。誰が歯を研いでおった。武士か。おお、歯を研いでおった者がおる。俺の鎧。俺の鎧。鎧を身につけろ。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。 R さん、R さん、家から出ろ。なんか何ボタンを押したら何とかが別に特にないんだな、今んとこまだ。あ、なんだこれ、ライブ写真。あ、え、現在の表情、怒り。あ、何、写真家だって。あ、こういうので写真撮れるってこと。ちょっと見えないね、ジンの表情見えないね。天気、時間、雲の位置、風向き、風、え、ちょっと待って、写真のエフェクトがすごい。へえ。今は探索。家から出ろ。これってさ、こっから出られるのかな。やばい、バレてるんじゃない今の。え、今見られた、大丈夫。え、家から、ちょっと待って、人はいるんだけど外に。無理じゃない、こっちから出るしかないよね。窓から丸見えだったよな今。え、でもジャンプとかできないんだけど。何ボタンを押せば出られるんですか。こっちか、こっちだったわ。出る。え、村の民が中に戻って、残虐な目に遭っている。傷はどう、走れそう。ああ、おそらくは。太刀は？ここにはない。え？私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬことめねえ。おめを出せ。少しならあるから。ああ、もう。もう来るのか。
強っ。強い、このオナゴ。何者だ。言うなってな。太刀が欲しいならついといて。たくましすぎる。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、あ、L とバツで、あ、なるほど。ユナ、ユナ、後にして、後にして、かがんで。待って、R さん、かがんだ、かがんだ。これは、もう話してもいいのか。どうする。こっち怖いんだけど。バレるよ絶対こんなの。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。民の命。ちょ、待て待て、こっちか。絶対バレる。怖い。志村殿は行くそばにおられたか。地頭の知らないね。 R2 で下をくぐる。ユナ待て。志村殿は俺の叔父だ。あ、志村殿は。あんたが坂井陣か。地頭の甥の。して叔父上は。そうです、主人公は坂井陣。おいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。もうここは金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下部身を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。なぜ。死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら津島は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。あ、なんかモンゴルの言葉だったね今。行くぞ。ちょ、待て、ユナの後上。ユナどこ行った。いた。離れないでよ、怖いから。くぐって。くぐる。うわっ、完全に隠れんばんの鬼ごっこですね。あ、待って、しゃがんで。危ない。待って、騎兵だ。武装しておる。武装している。駆け回って。やだ。みんな奴隷にされたり。断って。いや、早い。動きが、この人、このもの、もしや忍びか。あ、今ちょっと見られた。今ちょっと見られたよね多分ね。よし、絶対今ちょっと見られたんだけど。いや、それにしても映像が良すぎる。映像が良すぎて臨場感がすごい。なんか緊張するんだけどこれ。あ、見られてる絶対。まず隠れるところがない。隠れるとこないよね。近場近だ。待って、荷車が。今だ。今？マジ？今？本当に？なんかうろうろしないでさ、一直線に行こうよ。早く。早くない？早くない？もうちょっと先。屋根登る？屋根登る？ほら。屋根に登り、戦場を漁るとは。野党だな。野党だな。もらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。太刀ないの。取り戻してやるわ。今チュートリアルですね。体じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。物資もらった。特に死んでる。なんか物を盗め。お、何？あ、物資。物資ってなんだ？
整体しようか。これ何この紐。何でもなかったようだ。なんか暗くない？ちょっと明るくしたいな。物資拾った。物資光ってるんだ。これか。物資拾った。ちょっとしゃがもう。ここら辺にはもうないね。こっちだよ。今なんか結構見られてるんだけど。太刀を買ったやつはこの先に住んでる。離れると声も聞こえないから、ちょっとこれ本当に不安なんだけど、ちょっとユナさん離れないで。まずいね。モコに見つかったんだ。モコに見つかった？俺が調べよう。太刀さえあれば。家の中に隠したのかもね。家の中に入る。家の中に。どこかにあるはず。物資。待ってこれ開けるのはちょっとまずい。まだ。物資。太刀どこ？あ、これか。え、我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。回想シーン。臆病ではない。もみじの振りしきる。お前にかなう者はいないが。あー綺麗。まだまだ太刀に振り回されてよ。ちょっと鳥肌立つ。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。美しいこの映像。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。うわあ、この光が差している演出、このアングル。稽古の成果を見せてみよう。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。になになに、連打、強打、長押し付き。え？さあ、撃ってこい。はい、はい、はい。長押し。ああ、なるほど。よろしい。四角は4回。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。煽って、全力で迎え撃ちます。の目に砂を浴びせ、鼻を折ります。びっくりした。急に選択肢出てきたから。めった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たるもの、敵が卑劣であろうと、自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。己の義を貫く。わしの防御を崩せ。防御を崩すのはどうするんですか。酒井仁が優悪武士だと示してみよう。三角で防御を崩す。あ、強打を連発して。なるほど。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。L1、ボービクシャ。L1 長押しで防御。よく防いだな。よし。よし。おお、L1 で防御。疲れた。休みませんか。いや、ほんと疲れたよ。手はおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。もう、ジンは疲れたでござるよ。え、下ボタンで回復？気力を振り絞れ。これが体力。
これが気力。ああ、なるほど。ゲージが体力で、丸が気力。気力を消費すれば回復したり、技を出せたりする。敵を倒すか受け流しが成功すると気力が回復する。受け流しはどうやってやるんですか。では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ている、はい、打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。よいしょよいしょ。これか。来た時に受け流すと。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。槍相手の槍をかわしすかさず切り返してみる。丸と、あ、これかステップか。よいしょ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。ついた後の隙を見逃すな。ついた後の隙を見逃すな。オッケー。これでよいしょ。でこうか。よい、切り返した。ああ、なるほどね。雑な攻撃は防がれるぞ。雑な攻撃は防がれる。よいしょ。でこう。オッケー。どうだ。丸がステップね。いかなる兵も。L1 が防御。手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。このシーン美しすぎる。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が優劇を決めるとする。ではタコにしましょう。チュートリアルの集大成かこれが。え、ちょっと待って待って。お見事です。えい、うまいぞ。いやどう。待って、防御防御防御して、攻撃して崩したか今。あ、いけたっぽくない。いけたね。飯の前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。侍だからな。やはり申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。誉れ、お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。いい声。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。おお、そして現代に戻ってくる。え、後ろにいる。やばいのでは。うお、かっこいい。怪人かっこいいな、これ。なるほど。これステップできる敵か。ステップできるね。あ、ステップこうか。あ、こうか。間違えた。 L1 は単なる防御だから。ちょ、待って待って待って、やばいって。あ、こうか。猛虎兵倒す。待て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 、回復しよう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 。ちょ、回復しよう。やばいやばいやばい。よし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 。危な。ああ、危な。見つけたんだね。記憶が足りない。馬屋にいるかも。来て。怖っ。怖いよ。ここで死んじゃう人っているんかな。
危なかったね。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。燃えてる家の裏手、あっちか。このグラフィックがすごすぎるのよ、このゲーム。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。誇りな。来い、鬼畜ども。わ、何、もうなんでそんなことするんだよ。L で攻撃対象を選べるよ。なるほど。この人にする。襲いかかろうとする敵に標的を移せ。あ、そういうこと。でもさ、昔のさ、この時代のさ、現行の時代の隠れんたちも取り返した。日本の武士って名乗ってたんだよね、わざわざね。やあやあ我こそはみたいな。やあやあ我こそは内田の神厚子丸でござるみたいな感じだったんだよね。でもそういうこと、1対1というものを重んじすぎてて、確かモンゴル帝国に奇襲されてやられたというか、あの鉄ハウとかさ、矢に爆弾仕掛けたものとかをさ当てられてさやられたんよね。元の場所に戻れ。待て待て、なんかカウントダウン始まったんだけど。なんかこっちとかなんかない。なんもないか。さあ、登れる。ちょっと待って、なんかもうすでにオープンワールドが始まってるんだけど。一人も逃がすでない。一人も逃がす。どっちあっちか。あっこっち。やばいやばいやばい、やばい、体力が少ない。死んだんだけど。ちょっと待って、死んだんだけど。ちょっと待ってよ、嘘でしょ。来い、鬼畜ども。こっから、こっからか。こっから誰が襲いかかってこようとしてるかとか分かる。危ないっていうだけじゃない。近いな。助ける気じゃないだろうね。あそこね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと、バンペだ。一人も逃がせない。よし来い。なんかさ、二人がかりはずるくないか。防御して、あ、ちょっと待って、2回攻撃してたの。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。ユナがやってくれたんだ。今どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。小金寺。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。基本複数なんだ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。弟ね、ユナの弟。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。酒井陣かっこいいな。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。ユナの後を追え。なんかさ、メニューとかって、あ、開けたメニュー。強打、回避、飛ぶ、連打、近距離の飛距離とか、そんなんも出てくるんか。一騎打ち、馬を呼ぶ、回復、フォトモード。あ、なんかここからまたやるんかな。
ああ、こういうのができると。また戦うっぽいんだけど。こいつ弓は、あ、違う、槍はこう避けるんだよな。あれ、なんか逃げてるんだけど。ちょ、待て待て、逃げる。やばい。回復。ちょ待って、ステップがうまくいかない。危な。気力もないんだけど、ステップと防御間違えちゃうな、いつも。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。L1 が防御で、普通に移動しつつ丸がステップか。防御しちゃうんだよな。え、何？馬を選ぶ。あ、ちょっと待って、馬選べるぞ。どうする？どうする？な、これなん、どういう感じで、足毛の馬もいるね。これは黒影かな。ちょっと足毛と黒っぽい。どうしようかな。この黒影っぽいの選んでディープインパクトって名前つけてもいいけどな。それか、この足毛を選んで、私は星雲スカイが好きなので、星雲スカイでもいいな。星雲スカイにするか。好きだしね。このやっぱこの鎌倉時代のさ、のなんだろう、まだ、エリートの家だけではない武士もいるみたいな、こういう、いろんな血が入り混ざった侍の時代だからこそ、ご父シェリフズスターである星雲スカイを選ぶってのはどう？この白い馬が旅のお供になります。OK。名前つけらんないの？マジ？似合ってる。名をつけねばな。名をつけ、あ、真、空、影、あ、空があるじゃん。星雲スカイの空があるじゃん。スカイ。お前の名前は星雲スカイで、日本名空と呼ぼう。真か影か空なんだ。よかった、これにして。空、天をもかけよう。天をもかけよう。名前の変更はできません。いいよ。星雲スカイのスカイだからね。と、これが後の星雲スカイの誕生であった。ここから皐月賞、菊花賞と二冠馬になるわけですね。遠くないこのお城、カナダ城。かねたの木。かなたの木。地頭は城の中だね。ミナと共に城に行け。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。なんとかハーンやな。恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。扉へハーンのいとこだ。向こうもそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。え、猛虎兵と一騎打ちしろ。え、ちょ待って、ユナ来てよ。いえ、来てくれないんか。ちょっと待って、グラフィックすごくないですか。すごいね、この映像最高だね。一騎打ち、敵陣に近づくと一騎打ちを申し込むことができる。これがあれですよ、有名な歴史の教科書でも習った、やあやあ我こそはですよ。やあやあ我こそは内田の神でござるみたいな。三角を長押しして切られる直前に三角を離せば人たちで仕留められる。え、長押しして直前に離す、こんなことができるんだ。志村殿を返してもらうぞ。返してもらうぞ。うわ、かっこいい。ザ・黒沢映画。長押し。
おー、なるほど、こういうことか。もう一回やりたい、これ。ねえ、もうこの後ろからやるのやめて。そう申したであろう。なんか爆薬の音したよ。わからねえ。だがおそらく猛虎の兵器。また来たんだけど。やりやだ、やりやだ。やりやだ。よいしょ。ああ。よいしょ。オッケー。倒したね。え、とどめを刺すだって。やば。こちら、セロレーティング Z。18歳未満は購入できない作品になっております。え、防御してたらユナがやってくれたんだけど。助かる。ナイス。また来た、また来たね。どっから来るの君たち。よいしょ。こっちにさ、物とか落ちてないかな。回復しとこ。また来た、また来た。一人ずつじゃないと怖いよ。よし。なんか何も落ちてないね、特に。あ、ここ上、あ、登ろうと思えば登れる。あ、元の場所に戻れ。あ、ごめんなさい。え、ちょっと待って。え、何ストーンっていう声した。ちょ、待て待て、やばい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 。死ぬ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 。元の場所に戻れ。元の場所にどうやって戻るの。元の場所にとどまれ。え、なんで今戻れなかったの。こっからか。あ、やばいやばいやばい、来た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 。やばい、やめろやめろ。おそらく猛虎の兵器。やりは任せた、やりは任せた。ユナ一人で結構いけんじゃないか、これ。ユナ強いよね。よし。いや、ちょっと安易にちょっとオープンワールドだからってやりたいことやりすぎたね。モンゴルの言葉で何してん何してんってさっき聞こえてた。受け流した方が楽なの、防御より。そうなの。あ、いた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 。防御した後の隙できてる方が攻撃しやすくない。もう一人はこっちとかって登れないのかな。えいっ、登れないね。あ、来た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 。えいっ、いやー、特に拾うものもないですね。あ、また来た。敵かい。なんか来た。何？鉄ハウじゃないこれ。モンゴル帝国の鉄ハウ。うわあ、これ当たるって絶対。ねえ、さすがモンゴル帝国。奇襲をかけてくるでござるな。これ以上は無理だ。殺しまくってるな。戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。受け流しますだしね。後半つぶよ。俺が戻らねば森に逃げろ。え、待って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 待
あ、これで防御を崩せか。え、これ死体が吊り下がってるんだけど。あ、しょ。怖い。怖い。待って、槍マジやばい。槍来るなよ、槍来るなよ。ちょ、待って。ステップして回復して。ステップして、はいと。怖い。どっちだ？こっちは違う？あ、何？これは何？これはまた元に戻れが出ちゃうかな。あー、なんかいる！なんかいるじゃん！知らない間に後ろから敵がやってきている。怖い！恐ろしいゲームだ。いや、モンゴル帝国って本当に強かったんだよね。皆さんご存知ですか？なんかモンゴル帝国って確か一番勢力を広げていた時、モンゴル帝国の最盛期ってこの地球の土地の4分の1ぐらいを占めてたんですよね。めっちゃ強いんだよモンゴル帝国って。本当最強説ある。初コメントです。ありがとう。どんどんコメントしてください、みんな。矢の回避。猛虎の、手は矢を射る前に大声で合図して、戦闘中の仲間に頭を下げさせる。なるほど。え、どうやって回避するの？だからといって。どうした？あ、回避、こういうこと？今、確かに。今なんか大きい声したね。うい、あ、そういうことか。今回避できた。わー、これでもさ、ちょっと待って、火に入ったらやられたんですけど。橋を渡って志村を救え。よし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 。ちょっと待って、水飲む。いやー、面白いなこのゲーム。よし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 、行くぞ。一騎打ち？影ませんぞ。かっこいいこのアングル。ヤグザドスボクシュ、ってかっこいいよ。はい。だねー。え、こっから一騎打ちできないの？一人ずつ来てくれ。で、これはこの人はこれで崩して、ちょっと待って、やばい。もう一人が見ている。こっちよし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 、なんとかいけてるぞ。コトゥンハーン。なんか本当にこういう場所が今もあるかのように思えるほどリアル。モンゴル帝国最強。出た。我は堺人。志村殿の甥だ。地頭ね、守護地頭の時代ですもんね、鎌倉時代。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。守護がその後の守護大名とかになっていくんです。あ、おじうえ。志村から己のことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ジン、急に残虐。さあどうする、堺人。
やれる？ジン、ジンどう？やれる？ちょっと待って、一騎打ち？え、もう敵の総大将じゃないの？嘘でしょ？ボス戦なんだけど。やばい、絶対強いじゃん。おじが見ておるぞ。諦めろ、堺人。黙れ、けどめ。強打で崩していかないとダメだ、これ絶対。それか、あ、違う、わかった。あ、ちょ、え、強、ちょ、待って、え、やめよ。いや、やられたんだけど。くだれ。ちょ、待て、え、これ負けイベント？いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。え、負けイベントっぽいぞ、この感じは。死にたくはなか。あ、やっぱ負けイベントなんだ。いいぞジン、魂は負けていない、力で負けても。え、不甲斐ない。え、どうなった、ま、してもジン、これはいつの父上、また過去の。あ、父上、これが手を貸さんか。今のこの鎧、実写のようなクオリティ、このグラフィック。父上を助けられなかったのか、ジンは。若様、若様、そろそろです。過去のジンですもん。今参る。いや、この鎧とかさ、この和室の風景とか、これさ、このジンの姿が映ってなかったから、これ実写みたいだ。なんか NHK とかのさ、島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、父上は風となり鳥となり見守ってくださいます。ちょっとこの庭園、ご本人がすごい、お伝えくださいましょう。助かった、ユリ。ちょっとこの庭園が美しすぎるんでござるが、ちょっとすごいな、これは。映像なんですか、これ。写真撮りたい。カメラ位置を設定。すごすぎるんだけど。あ、おばあちゃん、ちょ、こんぐらいかな。あ、こうやってもできると。撮るのはどこで撮るんだ、何ボタンで撮るんだ。あ、間違えた。ん？5、4、3、2、1。あー、これで、これ何ボタンで撮るんだ。普通にスクショでいいのかな。スクリーンショット、スクリーンショット保存しました。美しすぎる、素晴らしい、この映像ね。布の、この布感すごくない。どうやったらこんな美しい映像が作れるんですか。え、おばあさま、堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。
え、ちょっと待って、まさこ、まさこ、北条まさこのまさこだったよ今の感じ。でもこの時代は北条時宗が確か執権の位についていたはず、鎌倉幕府は現行の時は。私ね、最近ね、オンラインの歴史の授業とかめっちゃ見てたから、覚えてるぞ。石川殿、誠のもののふ。え、あなた弔いなのに白い服とかいいんですか、この時代は。父は何、あのさ、殺された敵は誰だったんだろう。あれ、叔父上、すべて私のせいです。仁、それでも武士か。父上は私をかばって。え、もともと日本の葬儀は白装束。そうなんだ。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。いや、ちょっと志村叔父上かっこよすぎる。これからはお前が意志を継げ。この刀は、あやつの魂はこの太刀に宿っておる。父上の太刀だったのか。黒服は外国の文化なんだ。勉強になりますね。確かに切腹の時白装束だね。棺に入る時とかもね。明日わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。叔父上、ちょっと目が涙ぐんでないか。すごい細かいところまで映像で表現されている気がする。あ、コトゥンハーンに突き落とされた後だな、これ。大丈夫だったの？どこを切り取っても風景が素晴らしい。父上。え、まさか死のうとしてる？お導きください。三角二つのマークなんですね、家紋は。風が吹いてる。父上は風となって導いてくれているっていう、さっきのあのおばばの言葉、もしかして本当に、あ、さっきのフラグだったのかな。母上は鳥になって導いてくれる。綺麗。ちょっと待って、見てこの草原、綺麗すぎる。わ、野生の動物がいっぱいいるぞ。なんだこれ。え、この光の加減とかもすごくない？なんかこれ天国、天国って言われても信じちゃうな。あー、天国行ったらこんな感じなんかな。風の流れ。あ、ユナ、馬がいるし、ユナがいる。ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。
命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ味方もいなくなった。いや猛虎強すぎる。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。強いな、ユナは。再びハーンに挑んだとしても返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。え、どこに隠れんの。かがむかがむかがむ。危な。これ隠れられてる？え、なんとか侍って言ってた。本当やっぱ外国の方が作っただけあって、やっぱなんかこうラスト侍とか。あんたを探してるんだ。あんたを探してる。黒沢映画にすごい影響を受けてるんだろうなって感じしますね。主の元に戻るようしつけてある。え、左で馬を呼ぶだって。ここへ。素晴らしい。スカイ、セーフスカイ、お前なんていい子なんだ。もう子はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば。え、仲間。石川先生や足立政子と。石川先生、足立政子と。でもタカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。鍛冶屋。城に忍び込める道具だって作れるよ。鍛冶システムがあるのか。壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所、ね、ケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。確かにこれ PS5 とかになったらすごそうだね。映像ほぼでこれだよ。すごいね、ゼルダっぽいね。ゼルダのブレスオブワイルド、ブレスオブザか、ブレスオブザワイルド思い出す。このうちリンゴとか手に入んないか。ねえ、すごい。映像見てるだけでお腹いっぱいになってくる。かっこいい。これやっと今オープニングか。ゴースト・オブ・ツシマ、ここでオープニングか。あー素晴らしい。対馬を探索、オプションで確認、地図と状況を確認するよ。対馬国。対馬を巡って、未踏の地を見つけろ。これが物語。武士の本懐、物語を完了して、クロードの噂が広がれば、新たな素材や能力が手に入る。クロードの噂が広まると新たな技を得得できる。武士の本懐、ユナは弟のタカを探している。タカは火事で猛虎に囚われているらしい。褒美、耳すまし、噂が開封。
あ、これ石川殿だ。石川先生はなぜか小野浜の戦いには参加、戦には参加されなかった。もし弓、この人で行けば弓なんだ。どっちから行こうかな。弓使いたいよね。まあでもとりあえずこっちから行くか、ユナの方から行くか、なんかこっちっぽいもんな。風が教えてくれる。あ、390m、こっち？あ、パッドを上にスワイプして風を吹かせる。あ、こっちってことか。で、L3 を押すとダッシュできると。風こっちで合ってるんかな。なんかさ、あと、あ、これで降りるしちゃうから乗る。あ、ここにいながらにして四角は乗れるんだ。これ木とか切れないね、さすがに。では切れませんね。物を壊すとかもなんかできなさそう。すごい、風が教えてくれるんだって。目的地ユナだ。ユナだ。ソロ降りと行こうか。かっこいいな。え、竹は切れるよ。そうなんだ、竹は切れるんだ。ここか目的地。ちょっと待って。ゼン、待ってたよ。ユナと話せ。あ、敵じゃなくてユナか。一人で倒したのか。来るなら早く。強すぎるユナ。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、かねたの入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。あ、来た。二の道でいいのかな、これ読み方。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。蒙古の野営の近くにある丘へ行けだって。790m、結構遠いね。てかさ、あそこら辺にさ、物落ちてないかな。なんかアイテム何に使うかわかんないけど。おもちゃ待ち、1000円使いをちょっとそこで待ってて。あとでタカも手伝ってくれるよ。魚。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。いや、お声入れる。兄弟とはそういうものだろう。待って、なんかあるぞ。あんたにも兄弟はいるの？あ、下潜れるんだけど。俺の身内はおじ上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。おじうえがいらっしゃれば島は救われるからな。めっちゃ自由度高いな。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。ここで下を潜るができる。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。会話してる途中ごめん、言うな。他には別になんかないね。担当が残していった何かとかないね、別に。よし、じゃ行くか。すごい自由だね。いや、なんかほんといろんなことしてたらすぐ時間経つだろうな。これで風を吹かせるとこっちだよと。かっこいい。見て、このこのアングル調整は私がしています。あ、なんか漁村に来たよ。ほら、
ってさ、でもなんか別にさっきの感じだと調べても何にもないっぽいよね。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。なんかあるのかな、本当は。あんた心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。武士ならば感情を御せだって。それが物の札。こっちで合ってるよね。なんかすごい高いとこ来ちゃったけど合ってる？あ、下っぽくないか。下っぽくない？こっちっぽいな。オープンワールド、ほんとそう、ずっと遊んでられるよね。ちょっとぐるっと回って立冬のハンド調教よし、行くぞセウンスカイ。今日は目いっぱいだ。この下の方っぽいんだけど合ってるかな。あれだな、違うな、右の方のあれだ。これ川渡れるのかな。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。疑問を答えてくれた。あそこか、あそこの橋かな。ちゃんとこちらの、ま、配信を見てるかのように私の疑問に答えてくれる堺井陣。元の場所、え、こっちじゃないの？かけろ、ほら。見渡せる場所？丘へ行け？上か？じゃあ。丘？ここ？こえ、なんか 50m になっちゃったけど。野営を見渡せる場所？あそこか。ちゃんと印が出てるね。元に戻りが意外とシビアなんだよね。入れそうにないな。数日でしつらえたものなのか。早いんだよ。どこかに隙間がある。探すぞ。何をどう探すの？調べる？鷹を助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あそこに何かがあるけど、何か手があるはずだ。立ち上がったりできないな。雷の音すご。何か手がある。あ、ここを調べるのか。僕の守りは固そうだ。守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。え、これで覚えていくの？正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。すごい、武士のプライドがすごいな。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。
やこのさ、酒井仁の行くぞ顔つきがいいんよな。こっちから行っていいのかな。タカは苦労してるんだ、モーコが来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。モーコに殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。あ、もう普通に歩いていけるわ。なんかさ、現代風のイケメンとかじゃなくて、やっぱこの時代のイケメンって感じがして、なんか合ってるよな、酒井仁のこの顔かっこいいもんな。侍だよね。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。背後から殺せだって。これ気づかれない本当に。えい、あ、切り捨てごめん。痛い。返り血がすごい。で、だから後ろから一回刺して、その後また口塞いで刺すんだね。お、回想シーン。お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。弓を持っているね。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。後を追うぞ。足跡。あ、これが熊の足跡ね。熊の足跡。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。眩しい。怪しきことを申すでない。え、ちょ、眩しい。ちょ、マジで眩しいこれ。眩しい。おじ上眩しいでござる。あ、逆光でござった。ここで倒れましたね。虫の息です。ここで倒れたの。すぐ近くにおるな。奥にまだ続いてるな、足跡。この回想、過去の回想シーンが結構多いですね。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば。感情を御する。考えてやろう。眩しい。おじ上見えないでござる。え、こっちでござるか。いました。よるな。え、どこ？生きておるやもしれん。どこ？これか。この焼き傷では死なぬはず。見てください。いい熊。この傷の跡は矢ではありません。内臓が出ていらっしゃる。あ、おじ上、右腕が。槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅう、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に。怒りや恐れで。逆に残酷なのでは。こんな難しいこと。怒りや恐れで人を切った方がまだ同思いに楽なのでは。敵を前にしてやる方としては背を向けてはならぬ。誉れを胸に人を切る。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。命を奪う時も相手を見据えろ。それが侍の姿。かっこいいな侍。極
書に乗ずるは臆病の印。うわあ、難しいね、侍。怒りに任せて相手を憎しみのままに切った方が楽だよね、きっとね。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして。え、また頭の中まで野党になるんだ。耳すまし。パッとね、耳すまし。時の流れが遅くなり、敵の居場所を、あ、敵の居所を探知できるのって。なるほど。あ、見つけろ。待て待て、怖い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 。これでそろっといったら攻撃できる？あ、ごめん。切り捨てごめん。あれも敵でござるな。う、誰もこちらを見ないから心が痛む。こんな卑怯なやり方を続けていていいんだろう。うわあ、もうこれ鬼ごっこじゃん。こういうホラーゲームやったわ昔。こっちにはいない、こっちにもいない、あいつか。さっさっさと、今ちょっと声出されなかった？バレない？これあそこにもなんか誰かいるのよな。なんかやってね。これはいけるな。あまりにも。いや、ちょ待って、なんか棒に人の首が刺さってるんですけど、ちょっとこのなんという残虐性。ユナ、あれは違う。これは長押しで開ける。こんな檻があったんだ昔は。これ何？あ、人が死んでいる。これはでもタカじゃないと。こちらには何かあるのでしょうか。あ、危なー。耳すまししといてよかった。人いたわ。えい、今ちょっと振り向かれたね。危な、今ちょっと振り向かれたよね。あ、これはこのまま入るんだ。なんかアイテムありますか。物資、素材を手に入れた。集めた道具や素材は収集品メニューで確認できます。進行状況とか見られるんだ。袋の中に保管される。何なんだろうね、物資。あ、これは交換用の素材っぽいね。物資は武具の強化の材料にもなる。あ、へえ、獣の皮とかお花とか皮とか木材とかあるんだね。今いるのはここですと。あ、待って、なんか栄家の太刀と栄家の担当とあるんだけど、評価を確認。素材が足りない。五風の空き、神社に参ったり物語を完了させたりするとそれぞれ性能の異なる五符が手に入る。アクセサリーか。ああ、五符の空き枠。へえ。
防具、鉢巻き。こっちもまあ、あ、これはなんか大事なもの的な。あ、なるほどな。これで、よいしょ。布感がすごい。メインとサブウェポン、なんかそんな感じだよね。それで、なんかどんどん素材集めて、メイン性能アップ、サブ性能アップしていくみたいな。これさ、こっちやってる間に。あった、檻だ。あった、檻、あったね。違う、タカじゃない。え、でもさ、もう一人、もう一人いたんだよな。大丈夫？いけるか。担当は暗殺よ。逃げるぞ。話は後だ。え、これ弟？行くよ。ヨナと合流しろ。待って、あそこにもう一人いるから、ちょっと。こんなに仲間が死んでるのにあの人怪しまないかな。チュンハルゴ。やばい、やばい、やばい、やばい。バレたんだけど。バレた、バレた、バレた、やばい、やばい。やばい、殺すしかない。殺すしかない。危ない。危ない。あ、泣きがらから物資をいただきます。すみません。え、ふみと書状だって、なんかいっぱいあるんだけど。なんかいっぱいある。ラッキー。宝箱。よし、よし。え、なんかめっちゃある、ここ。めっちゃある、めっちゃある。物資帳もらった。よし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 。あ、ここにもあるぞ。こんなもんかな。外に一人いたんよな。あの人がぐるっと回ってこっち入ってきてたのか。耳を澄まして。アントリーロー。大丈夫っぽいよな。担当、担当ってどれだ。え、ちょっと待って、ユナどこ、ユナどこに行った。野営を出ろって言ってたけど。物資あった。結構いろんなとこに落ちてんね。どっから来たっけ。あっちか。ダッシュ。元の場所に戻れ。え？野営の外ってこっちか。え、なんかあそこにいるっぽいぞ。これジャンプできる？いけない。反対側か。なんか今光ってたように見えたけど違ったね。なのかな。こっからか。川まで進むぞ。そこなら安全だ。弟、無事だったか。めっちゃランニング。お主はスネガサシュか。ファイオ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 。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。部活のランニングみたいになってる。スネガサシュに聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってくるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。光ってた今。バレーブファイト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 。1年生もっと声出して。はーい。ファイト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 。あ、なんかある。竹もらった。え、これ弟じゃないの。タカじゃないのこれ。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた。
槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモグラで生きてる。壁で囲まれた。タカではなかった。策もなく乗り込めば帰り討に会うだろう。あ、写真にもクロスアフィルターあるの。手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。タカはすごい職人なんだね。その後二人で島を出たい。モーコのことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。地名の呼び方が難しいな。教えに背くこと、なすべきをなしたまで。そっか。あ、そうですよ、私はバレーボール部でした。中学校の時だけだけど。志村、お主に牢は似合わん。出た、コトゥンハーン。タムカワヌイを民に言い聞かせる。さすれば縄を解いてやる。民を統率するために志村さんを人質に取ってるのかな。失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。一生懸命。わしもな。大事か。鎌倉時代に生まれた言葉って言われてますよね。民はどうだ。一生懸命。お主は父も同然。一つの場所を懸命に守る。我が子を見捨てるのは辛かろう。己のしもべにはさせんぞ。分かれ道。これでクエストクリアって感じかな。おお、技量アップ。技量獲得した。消費すれば新たな技を得得できる。あー、スキルツリーか。そうそう、一所幻滅。そうそう、御家人がね、鎌倉時代はその主を守ってたりする、そのご褒美として場所を、土地をもらってたから、それで生まれたんだよね。だから一つのところを懸命に守るっていう、そういう一生懸命。だから今ね、一生懸命って言わなかったことにすごく感動したんですよね、志村のおじさまが。一生懸命じゃなくて一生懸命ってちゃんと言ってるみたいな。外国製の作品だけどさ、これやっぱりすごいちゃんと作られてますね。これスキルツリーですね、多分これ。守り、攻め、転がって回避する。だって転がって回避するの惜しくない？受け流しの極意、気力が中程度、攻撃を受ける直前に L1 を押して四角または三角で切り返す。うわー、攻めなのに回転なんだこれ。丸2回押しで回転。火を消せる、だって。これ取ろう。技量が1必要。初突逆襲。どんどん強くなるんだこれ。体力が回復する。あー、なるほど、受け流しをいっぱいやるとみたいな。伝承の奥義だって。未完了の物語。なんか物語をやると奥義。試練一戦、防御不可の人たち。めっちゃ強くないですか。これクエストを消化してやっていくんだな。
キーウへと案内する風が吹く。体力の最大値上昇。誘い風の効果を強化するだって。技量が必要らしい。あった。何これ。美徳済み。三角三角三角。体調あと3人倒すか動きを見極めろとか、なんかいろいろ、水の方、風の方、秘密の刃的な、リスペクトかな。あ、なんかいろいろあるっぽいですね。なるほど。試練一戦かっこいいよね。あ、比喩じゃなくて人をだろ、あ、ごめんごめん、人をね、人を。進行状況更新。ん？オプションを長押しで詳細を確認。トモとヤラの家でユナと落ち合おう。ああ、なるほどね。こっちがユミ。じゃあまあ、ユナのやつをやるか。あれ？風吹かないんだけど。あれ？風吹かないよ。目的地が定まってないとか？もしかして。え、こっち？石川先生に受け立ちを声。もうこの拠点。あ、こっちにある。ユナの弟ここか。遠くない？石川先生行こっか、近い方から。え、ここ温泉あるんだけど近くに。こっちか。110m もあるぜ。風が教えてくれる。こっち。キツネの巣。キツネの巣って何？キツネの巣？どっかにキツネの巣でもあるんか、これ。あ、キツネいる。キツネいるんだけど。私から逃げて、いや、なんか逃げてるわけじゃないっぽいんだけど。わあ、明かりが綺麗、朝日が。ちょっと追っかけてみて。走れ空。うお、やばい、これ落ちちゃう。ちょ、待って待って。え、待って待って。ちょ、ど、これいけんのか。いけるのか、お前。こっち行ける？お、行けた。よいしょ。はあ、手を合わせるだって。うん。あ、新たな護符の枠が解放されたって。護符をもう一つ装備できる。あ、でもないんだな、護符が特に。なるほど。あ、こうやっていけばいいのか。あ、ちょ、待って。ねえ、死んだんだけど。あ、死んでないわ。落ちたんだけど。落ちるんかい。もう。え、これどうやって登ればいいの？これ登れる？壁。壁登れないよね。どっか。もうゼルダみたい。ゼルダでもこういうのよくあった。うわーとか言って急に死ぬやつ。足ぐねったね、今ね。
あ、野生の動物。なんだ、鹿？鹿っぽいぞ。おし、じゃあ馬呼んで。右、左、下、うん、やば、回復使っちゃった。まあいいよ、うん、これからも頼むぞ。これからも頼むぞ。こっちなんですけど、どうやって行くの。サラ、サラ、ぐるっと回っていく。え、なになになに、なんかすごい。え、なに今の。なんかマーク出たよな。なんかのマーク出たよ今。待って、光ってる葉っぱある。馬？馬がいたのか。もうこっち行くか。いいよ。めっちゃ面白いなこのゲーム。なんか発売前からすごい話題になって期待されてたけど、本当に面白い。迷ってる方はぜひ。あ、お花摘んだ。宿で石川のことを尋ねる。走れ、そら。これちゃんとさ、朝とか昼とか夜とか、なんか時間経過してるっぽいね。そんな気がしないでもないんですが。圧倒。まだこっちか。遠いな。え、こんな走って空大丈夫か？セイウンスカイ。え、これこっち？いろいろ撮りながら。そう、モンゴル帝国のせいでこんな遠い道も行かねばならぬ。あ、なんだ、朝焼けなのかこれは。ちょっと待ってね。あ、でも近づいてきてるぞ。こっちっぽいですね。これ降りられる？あ、優秀。え、でもここはさすがに無理だよな。骨折しちゃうよな、これ、スカイが。どっから降りればいいの？あ、待って、なんか降りるっぽいとこある。R2。あ、L を倒せば近くの岩に。あ、なるほど。こうか。超楽しいですね。てててててててん。石川の道場来たぞ。石川先生の道場。先生の道場？誰かいる？いさかいがあったか。調べてみよう。いさかいがあった。これは血の跡。新しくはない。新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。矢を抜いている。何者。なんかお供え物なんかもらえませんか。あ、もらえなかった。開ける。綺麗なんだけど。こういうとこの露天風呂とか良さそう。綺麗なんだけど。なんだこの映像は。いや、ほんと息を飲むなぁ。あー、すごいね。あ、なんか落ちてる。朝もらった。拾った。特にないっぽいな。ほんと素晴らしいですね。あと、お
足跡だ。足跡？いたものかいられたものか、住居へ逃れられたのやも、うん、石川を探せ。あ、なんか、え、なんか鳥？ここは何？太鼓これ。かけ切れる？ちょっと待って。竹だよねこれ。でも竹切れないな別に。馬乗ってる時しか切れないとかかな。武士にしては質素な庵。弓道場かもしれない。確かに。あ、ちょっと待って、取れるお花ある、もらいます。まずは家の裏探索からよね。やっぱ井戸は入れない。あ、竹もおらい。探索して、OK と。で、そっから入る。あれ？動くな。石川先生じゃん。石川先生。酒井の跡取りか。え、太鼓にアイテムある？ちょっと待って、見てみようか、あと。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。石川先生は何も。不祥の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。ご助力を。石川のターン。石川の後を追えだって。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。太鼓にアイテムなんかあった？おぼつかぬ。あ、あった。物資センキュー。あったね。あ、なんかある、なんかある。結構落ちてんね。結構落ちてんな、道端にいろいろ。そして物拾いする私を待ってくれているという優しい石川先生。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓。女子か。だが弓は並ぶものなどおらぬ。お主でさえな。先生、弓を教えてください。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。雨もリアルだな。巴は神道よ。巴は神道。超弓がうまいのかな。もうこの殺す。え、マジか。待って、一騎打ち、一騎打ち。やばいんだけど、やばいんだけど。一騎打ち申し込むとちゃんと一騎打ちしてくれるから優しいよな。はい。ちょ、先生、先生、弓でいろいろやっちゃってください。うわ、ちょ待って、弓、今の弓は強くない？よし。えい。おい。回避できるようになってきた。これで全員やった？全員やったか？先生は？
あ、いるいるいる、もう一匹いるわ。先生、ここは私に任せてください。だが菰田では負けました。よかった、よかったね、できてたね。狸にも劣る。割とできてるぞ、今んとこ。巴の足跡だ、来い。え、先生今外してた？嘘でしょ、先生だ。中山砦が抜かれた、あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。声優豪華ですね。争った跡が襲われたか調べるんだ。調べろ。米と泡、手つかずだ。もう食事中、食事中を撃たれた。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。おう、じゃあ巴さんのかな。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。死者おらぬ。どうなっておる。どうなっておる。あ、待って、あそこに光る葉っぱ発見。石川と話せだって。先生。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃、尋問か拷問。かわいそうに。まさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器、たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。中山、砦は近いぞ。石川先生の後を追え。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるもの。心を研いで感じる。なんかためになるセリフが多すぎるな。ここで止まれ。蒙古軍のことをジンは獣と言っているのね。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えての者がかような弓を引くなど考えるだに。すごい弓、現代風じゃない。それほどの品を私に。アーチェリーの弓それでない。だがお主の腕次第で貸してやっても。そんなことないな。ヤブサメとかに使うやつ。戦の前に試しておくか。はい、弓ゲットしました。半球、中程度の攻撃力、引き絞る長さも中程度。かつては石川が長尾から賜ったもの。手前にある灯籠を狙ってみろ。はいはい、先生。 L2 長押しで狙いをつける。あ、こうかで、R2 を押した後に離して。よし、なるほど。次は奥の灯籠だ、左だぞ。これか。よいしょ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうか。あんな遠くはいけませんよ、さすがに先生。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。あ、ってことは矢が落ちるってことはちょっと上の方を狙うってこと。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう、大事にすることだ。行くぞ。そういうことか、矢が落ちる。遠くの敵にはちゃんと軌道を考えて撃たなきゃいけないんだ。菰田でも良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。武具バグ、武具バグ、未武具バグ、合わせて武具バグ、無武具バグっていうね、言葉がちゃんとあるんですよね。中山砦だ。早口言葉。お弟子殿がいればよいんだ。ウイロウリっていうアナウンサーが、どんな人でも上からなら備えがよく見える。新人の時に習う口上があるんですけど、歌舞伎の。それにちゃんと出てくる。
拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もお方もっていう、あれ噛んじゃった今。私が入って門を開けます。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原石木町を過ぎなされて青物町を上りおいでなされれば蘭関橋とらや東衛門ただいまは停発いたして遠斎と名乗りうまするっていうのがあるんですよ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。戦場見る。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。聞いたことある。そうそうそう。呪文詠唱。そう、なんかあれなんですよ。口の周りをね、滑りをよくさせるための練習とかにいいっていうね。いれば足止めになるやも。あ、蜂の巣？針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。松明を打ち落とせば火花が飛びましょう。火花が飛ぶ。火事を起こせるな。火事を起こす。なんか結局どのルートを行けばいいですか、先生。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやる。しかるの地に乗り込み、巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。いい。門が開きます。わしの合図を待て。いや、持てないだって。え、いや、持てない。わしの合図を待て。え、じゃあ倒してくるか、一人で。いや、めっちゃあるけど持てないんだ。一人で行ってきますね、先生。え、バレたんだけど、多分。まだだぞ。今だ。え、今だ。マジ？ちょっと待って、めっちゃいる、めっちゃいる。めっちゃいるじゃん。まず視点が。待って、回避覚えてるから。うわ、なんで、なんだ、なんか、なんか変なとこ来ちゃった。変なとこ来ちゃった。どこに敵いるんだ。体力が少ない。やばい。回避しながら切ってって。よいしょ。よいしょ、めっちゃ敵ない？あと一個の人も、よし。痛い痛い痛い。先生、先生助けて。よいしょ。避ける。避ける。もう一回避けてから行きたいな。よし。あ、先生やってくれたね、オッケー。あとは？いった！刺さったんだけど、誰？痛い！よが足りない。あと誰だ？あとどこどこどこ？上？上か。おい、これでいいんか？登れない。あ、登れる。いたよね、ここに。びっくりした。ふう、全部倒した。めっちゃいるんだけど、めっちゃいるんだけど、また強そう。ちょっと外におびき寄せて。外じゃない方がいいのかな。強っ。ちょっと待って待って。囲われたんだけど。やられてしまった。弓使って爆破する？
弓ってどうやんだっけ。これか、あ、これか、あ、なるほどね。あ、弓、あ、そういうこと。あ、私話聞いて、え、これどっから行けばいいの。これまず、え、今で合ってる、え、リスナーみんな思ってたって、マジ、え、こっから、え、ちょちょ、ごめんごめん、適当にやってんだけど、あ、あれを、あ、火やった後にもう一回やるんだ。え、ちょっと待って、先生やり直しさせてもらっていいですか。え、先生やり直ししたいんだけど、先生やり直しはできない。え、先生やり直しできない。え、先生やり直しどうやってするんですか、このゲーム。ちょっと待って、やり直し、待って、いろいろあるね。チェックポイントから再、あ、これじゃない、チェックポイントから再開。でも今のチェックポイントだから、え、これさ、じゃあつまり木をやって敵をおびき寄せてってこと。ちょっと待って、コメント欄頼む。え、最初に灯籠、灯籠じゃない、なんていうの、明かり、先生の合図を待って、あ、そう、話聞いてなかったでござる、なんだよね。砦に入るの、入っちゃっていいの。行くか、じゃあ。あ、先生一緒に来てくれてるじゃん。あ、これ結構あんな、爆発物。え、かがり火が先？先生がタイミングを、え、どういうこと、どういうこと？かがり火とさ、このさ、爆弾とさ、あるじゃん。どっちを撃てばいいの？先生のタイミングで。え、先生、なんか言ってたっけ？さっき戦ってた時。あまりにも敵多いと思ったんだよな。発売したばっかのゲームなのに教えを請う。じゃあちょっと来い。とりあえず行ってみる？行ってみる？蜂めっちゃいるけど。どうしようどうしよう、え、やばいやばいやばい、疲れた疲れた。これで、これは今の聞いた？え、待って、聞いてないんだけど。あ、待って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 、気力がない気力がない、避けまくって気力を貯めなければ。やばいやばい、ゴリ押しで、やっぱちょっと待って、行った方が良かったかな。待って、記憶全然たまんない、どうしようどうしよう。死んだ。え、どこで、え、どういうこと、どこで、先生は言ってくれないの？あ、もう先生言ってくれないんだ。
1回目しか言ってくれないってこと？あ、なるほどね。待ってたわ、先生の合図。最初のフェーズが終わってるんだ。あ、なるほど。先生、てかさ、蜂は何に使うの？これ。これだからこれでさ、おびき寄せるじゃん。あ、来た来た来たってやって。でもこの人なんかすごい追ってくるんだけど、強くない？さあ、でも。やば、強っ。よし、とどめさす。回復して、なんか、あ、もうちょっとずつ、ちょっとずつ入ってやるのかな、これ。なんかすごいいるんだけど、これで、あ、分かった、この状態で爆発させてみる。うわ、やばいやばいやばい、ノッカーだ、やばいやばい、バレたんだけど、バレたんだけど、どうしよう、バレたんだけど、やばやばい、やばいね。ちょっと先生、逃げていいですか？逃げます。僕逃げます。逃げて、遠くから、こうやって。あ、やばねえ、体力が少ない。あ、今やれたのに。あ、そういうこと？ちょっと分かってきたな。これさ、分かってきたぞ。距離取って矢を使う。矢使うのが結構むずいんよな。こうやってくるから、っていうかもうこいつも、あ、無理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 、矢の照準合わない。逃げる逃げる逃げる、とりあえずこっち広いとこ逃げて。なんか足早い。あ、なんか先生が今なんかやってくれたっぽくない？蜂の巣でさ、ねえ、もうどっから撃ってくるの？どこ撃ってきた人？上か。いった、いった、ちょ待って、やばいやばい。あ、待て、どこ、やばい、逃げろ、やばい、やぐらから撃ってる。ちょっと待って、もうやだ、やぐら。このさ、ここら辺爆発してもあんま意味ない的な感じ、もしかして。いやー無理。ヤグラの人さっさとやりたいね。ヤグラの人はどうすればいいんだ。なんか武器あるけど。うわー、待って、待って、登って殴った方が早い？崖の上から先に矢倉のおっさんを殺す？そんなことできる？ここから？矢倉のおっさんでもいないんだよな、この時点では。矢倉のおっさん、中距離のさ、ちょっと待って、これ逆方向から行ってみようか。
マジで先生の話聞いてなかったのがここに来て聞いてる。聞いてるんだよな。矢倉ってあれか、あの上のやつ狙うしかないよ、もしかして。これでも届かないだろ絶対。崖を降りてか、あ、登るんだ。もう一回登るってこと？オッケーオッケーオッケー。あ、そういうことか。崖が分かんない。あそこか。先生来てる？先生来てる？どこ？あれ？敵なんか帰っちゃったんだけど。敵帰っちゃったんだけど。崖に登って。敵帰っちゃったな、これ。帰ってるよね、完全に。もう一回、おびき寄せよう。こちら辺からもしかして来ない？さあ、右から行くルートは？あー、バレた、逃げる。黄色い印に戻れだと。待って、なんか音楽がさ、音楽が普通に戻ってるんや。ちゃんちゃかちゃん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 。かがり火置いて燃やし、うわー、ちょっと待って、来た。オッケー、これで大丈夫じゃない？さすがに。よくわかんないけど、これで燃やしてみる。あ、ちょっと待って。矢倉の無理なんだけど、あいつ。はい。むずくない？絶対刺さってないよ、これ。てかもう櫓のやつからもやってくか。あいつちょっとうざいから。櫓に一人いるよね。行った。でもうこれで避けまくって、囲まれた。囲まれたんだけど、あ、外出られない。あ、外出られないよ。うん、一回帰る。帰らせて。ここからこうやって。全然なんか当たんないな。距離足んないのかこれ。あ、行ったっぽくない？行ったんだけど。ここから当たるんだ。やばい。やり怖い。死にそうだけど気力がないの。死んじゃった。
え、待って、コメント欄、かがり火をいて火事を起こす、蜂の巣をいて敵の足止めをする、敵をおびき寄せたら先生が倒す。え、先生が倒すの？火事を起こして蜂の巣を撃てばいいのか。火事を起こして蜂の巣を、こっち行くのって合ってんのかな。結局弓難しいんだけど全然当たん、え、で、来た、ちょっと待って難しいよ。ここら辺から行く？よいしょ、行ったね。でさ、蜂の巣こうやって、え、自分も食らってるんだけど、蜂に。しまったね。やぐら一人やったけど、来た。子供刺す。来てるんですけど、一人。あ、先生がやってくれてる。先生がやってくれてるっぽいんだよな、これ。うわ、うっそ。ね、このさ、上からやってくる人がちょっと嫌だな。待って、槍いたんだけど。先生、いや先生ありがとう。てかこれ避けながら先生がやってくれるのもあった方がいいな、絶対。あの槍のやつやってく、こんなちょっとずつやってくの、これ。え、こんなにちょっとずつやってくの、本当に合ってんのか。いい。ね、この上にいるやつはどうすればいいかな。やぐらじゃなくて屋根の上のやつ。多分地上の兵士は結構やったんだけど、どうやったらいいかな。L3 でカメラの位置を切り替え、うわっ、なるほど、ここにいて、あー、ここじゃダメ。あー、来たんだけど、先生、来ました、お願いします。先生、帰ってきました。着火で火をつける？燃やせるとこ全部燃やせばいい。え、そうなのか。これで、でもこれって意味あるかな。これでこっちにこういってやって、やばい、意味ないな。あそこ燃やしても別に意味ないよな。もうこれ普通に戦おう、この人は。え、強いんだけどこの人、多分。蜂がいる。よし、回復。待って、一人いたよね。ちょっと待って、コメント見ていい？
としたら敵が蜂の巣とかがり火のところに来るまで待ってたらそれで弓って撃つ。え、マジか。あれ帰った一人。先生どこにいる。あ、先生あそこにいる。物資もらいます。今回でも頑張ればいけそうじゃない。あとちょっとっぽいよ。あの上のやつらだけかな。え、登れない。あ、登る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 登れ登れ登れ。いい。えー、嘘、こっち来たんだけど。やばいやばい、これ避けらんない。ここよし、危な危な。いけた。先生倒してくれたっぽくない。いけた。あとちょっといるかな。これもしかしてこの感じ全部自分で倒さなくてよかったんだ。先生、あ、いけた。俺を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。いけた。トモエは、待て、これはトモエのもの。堂々と行き過ぎ。どうやって攻略してんだろう他の上手い人を。あー、捕虜い。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽根もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。うますぎる弓。多くの兵なんぞにできぬ。弓を当てるのが難しいんだけど、その敵に狙われながら。うし。あ、矢もらった。こうやってやると自分の動き止まるからさ、この右スティックだけでしかできないよね。でもこう左にちょっと動かせるのは知らなかった。狙われながらやると絶対無理だな。よいしょ。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。猛虎の言葉。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。猛虎に売った教えを巴さんが。ちょっと先生の話を聞いてなかったのがね、ダメだったね、さっきの反省点。そして一回死んでからだと、あの先生が説明してくれないっていう、何も言ってくれなかった。ここは何もなさそう。これなんでちゃんと開けた後すぐ閉めるんだろう。先生戻りたいのに。私は、あ、何、誰かが住んでおったようだ。羽織。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。頼む、助けてくれ。聞こえたか。島のものです。声がする、声がする。先生どこ行った。先生、え、先生どこ。ちょっと外出るか。寒い。あ、いたいたいた。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され弓を受け取ると
女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ、死にたくない。辛いんだけど、この時代。長いは無用、行くぞ。長いは無用だって。石川の後を追え。結構ちょっと時間経っちゃってるんだけど、どうしよう、枠どこで変えようかな。枠を変えるタイミングを見失った、完全に。なんと、自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生、先生、わしが追い詰めたのだ。追い詰めた、ご説明を。先生、先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。先生、めっちゃ弓上手いからな。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。ちょっと足を引っ張ってしまったので、ちょっとこのセリフを言うのは心が痛い。私も必要なはずです。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。内田の助たちいるか。ああ、約束しよう。すまん先生。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかはわからんが、足立政子殿を探せ。政子殿？対馬随一の女武芸者だ。女武芸者なんだ。北条政子関係ないんかね。あ、これでこのクエストは終わりと。石川先生に助力を請え。レオンスカイかわいいな。医療2個を1個かな、習得した。噂が広まる、さまよえる侍。え、最大体力増加した、嬉しい。どこも猛虎で溢れておる。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せつけない手はないだろうか。何？新たな暗具を入手できる、だって L と R1 で近くの敵に苦内を投げる。当たった敵はよろめき状態になる、だって。飛ばすのに向いたモロ刃の表具、敵の胸を突き一息に仕留める。なんか覚えること多くないか。 R2 押しながら左を押して装備。これ敵とエンカウントした時だけできんのかな。 L1 と R1 一緒で投げる。 R2 押しながら左。覚えること多いよこれ。できる私に。どうしよっかな次。なんか守り欲しいよね。ダメージを受ける寸前に攻撃を弾き切り返す。受ける直前に L1。 これも覚えるか、一応ね。なるほどな。健康状況更新と3個の物語を更新しました。なるほど。これさ、クエストってさ、なんかすごいいっぱいあるけど、これ全部メインストーリーなのかな。政子は重要人物っぽいもんな。
で、ユナの弟のと、なんだっけ、さっき囚われてた人を助けた人のこれか。草原で猛虎を襲っているらしい。なるほどね。何からやるかは自分次第と。了解です。じゃあ、ちょっと2時間半かかっちゃったんですけど、1枠目はここで終わりにして、次枠を変えてまた続きをやっていきたいと思います。ちょっとさ、不安だな、私これ。できるかな。運と書状。なんかいろいろ道具とか、操作感とかも全然まだ慣れてないんですけど、特に弓。なんだこれ。浮世草が解除された。対馬をめぐって民を救えば、クロードの噂が広まる。噂がなんか広まった方がいいんだっけ？助けてくれるんだっけ？広まった方が。じゃあ次、この政子の話やるか。近いし。二の道っていうのが、サブクエみたいなもの？どうなんだろうね。この人の顔出て、いやでも二の道全部政子のものだ。あ、政子じゃない。金色。ちょっとよくわかんないんですけど、また続きを枠変えてやりたいと思います。あ、噂が広がればスキルを覚えられるんだ。ありがとう。はい、ということで、じゃあちょっと10分くらい休憩して、10分後にまた2枠目やりたいと思います。アーカイブでご視聴の皆さんもありがとうございました。また次の配信も、次の枠も見ていただければと思います。二の道じゃなくて、仁の道って読むんだ。仁の道がメインクエね。あ、ありがとう。教えてくれて。発売されたばかりなのに。助かる。一旦お疲れ様でした。ライブ配信また次も参戦してくださる方は、ぜひいらっしゃってください。では、次の枠も作ります。よろしくお願いします。それではまた10分後くらいに会いましょう。じゃあねー。一旦お疲れ様です。